いないいないバーですね、これは完全に。完全に貯金箱なんですよ、このスライダー。はい、どうも皆さん、こんにちは、シアンです。皆さん、今雪遊びしたいと思っている方いませんかね？はい。もし思ってるという方いましたら、ちょっと今回ですね、こちらのステージで思いっきり雪遊びできるんで、はい、早速やっていきましょう。もう九州の方特に必見なんで今回、はい、完全にもう九州がこんなになったらもう地球終わりなんで完全に、はい、もう九州の人ぜひ今見てください。で、今回ヨッシーでちょっと来てます。別にこれいじめてるわけじゃないです。はい、こんな雪山を裸でとかいうそういういじめじゃないんで、今回のこのミッション、氷の中の赤コインって書いてるんですけども、こちらはですね、ちょっと前に言ったと思うんですが、これをね、ちょっと口に含まないといけないんですよ。はい、ちょっと火傷しますけど、これもうこの火食われたらもうお茶ぐらい余裕で飲めるんですけども、これ含んだ状態で吐き出せば、はい、来ました。一回だけこうやって炎を吐いて氷溶かすことができるんですよ。なので今回はこれを使ってこのミッションやっていくということになってます。はい、行きましょう。で、ついでに赤コイン集めるんで、この100枚コインというものもやっていきます。なので早速もう関係ないですけどスライダー行きます。これもうコインだらけなんで、ここ完全にもうこのペンギンはとりあえず用はないんで、はい、去っていきましょう。もうなんか通り過ぎたなみたいな感じですけど、あの人からしたら、はい、もうここ完全に貯金箱なんですよ、このスライダー。本当に貯金箱ぐらいの感じなんで、はい、こうやって滑っていきましょう。ちょっと操作が久々なんで、ちょっとかなり難しいですけど、はい、こうやって取っていきましょう。いいですね、なかなか。はい、こうやってどん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 貯金箱から、ちょっと貯金下ろしていく感じでいきます。オッケーです。やりました。絶対このコインたちは、ペンギンの財産だと思うんですけど、はい、もう完全にペンギンの資産全部でこそぎ取っていきました。さて、じゃあ次この木の上に、はい、あります。もうこれはまたクリスマスツリーのスター代わりとしてちょっとあるんで、はい、取りました。で、ちょっと結局埋まりましたね。はい、頑張ろうと思ったんですけど、やっぱりちょっと埋まってしまいました。で、このフクロウはちょっと興味ないので、はい、同じ動物同士ですけど、ちょっとそういうなんか波長は合わないので、ちょっとヨッシー、これ去っていきます。で、なんか引き止められましたね、これは。ちょっと前回もあげたと思うんですけど、子供。またどっか行っちゃったんですね、もう。はい、もう保育園に預けた方が多分いいと思います、このペンギン。もうちょっとどんだけ子供なくすんだって感じなんで。はい。で、次はですね、この崖っぷちにあります。はい、来ました。崖の上のポニョ的な感じであるんで、これ取っていきましょう。OK です。で、ちょっとここはクリボーたちが雪遊びしてるんで、はい、これはもうちょっと親の目みたいな感じで行きます。もうちょっと楽しそうだな、みたいな。こっから、はい、覗くこともできます。もうこう見たらかなりここ怖いです。もう柵もないので、で、この橋の上で止まれば、ワープできるんで、ちょっと一回ワープします。で、次はですね、ちょっと下降りましょう。次、こちらにまたあるんですよ。はい、来ました。もうここちょっとトーテムポールみたいになってるんですけども、ここ見てください。はい、赤コインが換金されてます。なので、これ冷凍保存されているので、これちょっと取っていきましょう。OK です。ちょ、なんかこの上側には遺伝子が入ってそうなんですけど、はい、遺伝子は溶かしません。俺の目的はあくまで赤コインです。で、次はですね、この壁にあるので、これも取っていきましょう。で、もうちょっと、はい、遡っていきます。するとですね、はい、ここにまたコインが5枚ちょっとあるので、これも取って、はい、あとはもう下っていきましょう。さて、もうそろそろヨッシー、体温が下がっていってると思います。哺乳類じゃないかったら完全に、変温動物なんで、ちょっとどん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 体温下がっていくんで、早く帰りましょう、これは。ウルトラマン的存在で多分3分ぐらいで、投資すると思うんで、これは。はい、絶対に早く去りましょう。あ、これ、壁にぶつけて、あ、OK です。壁にぶつけたら壊れるんですね、敵は。OK です。
壊れるって完全に生き物じゃない感じで言いましたね、今。ちょっとすいませんでしたけども。次はですね、この真下に赤コインがあります。なので、これ慎重に行きましょう。お、もう100枚集まったんですね。OK です、やりました。早かったですね、なかなか。はい、とりあえず取っていきましょう。OK です。こんな崖っぷちで取ったら、ちょっと、あのスター、かなりの価値がありそうですね、なんか。こんな思いしてまで取ったんですよっていう感じですけど。はい、行きましょう。で、次はですね、ここ渡っていきます。これ、ちょっとリボビタンデーの CM 撮影場所みたいなところですね。ファイト一発みたいな感じの撮影中なんで、この雪だるま。これちょっとジャンプしてるので、これくぐっていく感じでいきます。はい、くぐっていけば OK です、こうやって。ここは慎重に行けば何の苦労もしません。ただ僕は慎重に行かなかったんで思いっきり苦労しました。さあ、来ました。で、次は赤コイン取ったので、最後の1枚。はい、こちらにありました。で、ここ、向こう岸に行くんですけども、これ幅跳びギリギリのタイミングでやりましょう。出ないとちょっとぶつかって落ちてしまうんで、はい、絶対にギリギリでやりましょう。で、OK です。やりました。なんか赤コインどころか100枚コインが簡単でしたね、ここは。ちょ、スライダーってかなり、もう本当に貯金箱なんで、あれは。もう貯金箱から財産奪ったところで、はい、OK です。で、あとはちょっとまたマリオに戻していきます。さて、マリオに戻してきました。今度はちゃんと服着てるんで、はい、多分この雪玉の場所大丈夫だと思います。さあ、続いてのミッションはこちら。ゴロゴロ雪だるまということで、こちらは完全に九州の方や、もうこれ目当てで多分来た人もいるんじゃないでしょうか。まさに雪遊びができます、これは。はい、見てください。ちょっとここにですね、鏡餅みたいな、はい、感じでちょっとある雪玉がありますよね。これ、話しかけます。はい、鏡餅と話してます、現在。将来きっと立派な体になろうと思ってます。いい頭いないかな？もし知ってたらそこへ連れてってくれませんか？はい、前を滑ってくれれば後ろをついていきます。ということで、こちらはですね、ちょっとさ、下にあった顔だけのやつのところまで滑っていけば OK です。はい、ちょっとなかなか、なんかなんて言っていいのかわかんなかったんですけど、とりあえずこうやってですね、こうスライダーまだ楽しみます。だこのスライダーは偽物なので、あまり貯金されてません。ちょ、寄付されていないスライダーなんですけど、はい、来ました。で、ここからはこうやってもう走っていきましょう。で、こちらです。で、こちらに、はい、ちょっとお坊さんがいるんで、さあ来ました。体が溶けちゃったよ。いい体いないかな。ということで、ちょ、これ両思いです。はい、両思いなんで結ばれましょう。ただですね、ちょっとマリオ邪魔じゃってこれどけられるんで、はい、ちょ、こういう来た時は避けましょう。もう本当に恋愛の邪魔ばかりしてるんで、このマリオは。はっはー、気分すっきり、立派な体が見つかった。お礼にこれあげます。持って行ってください。とっても、はい、来ました。OK です。何気にボタンはめてますね、この雪玉。完全に意味ないですけど、このボタン。もうボタン外しても何の問題もないんですけども。ちょっと待ってくださいね。はい、OK です。なんか最後取れませんでしたよ、なかなか。ちょっと崖が邪魔してました。OK です。雪玉遊びどうでしたでしょうか。ちょっと、今、もう雪解けしちゃったんで、季節的に。ちょっと、またやりたいですね、雪遊び。というわけで、こちらのステージ、あと1個あるんですけども、こちらはちょっとワリオを助けないといけないミッションなんで、ちょっと飛ばします。次はですね、こちら行きましょう。ちょっとテレサが、一人でにどっか行っちゃって自己中なんですけども、こちらの通路を渡っていきます。あ、これ渡り廊下ですね。はい、OK です。渡り廊下走りたいということで行きましょう。すると、見てください。赤コインが、ついに空中浮く能力を身につけました。なので、取ろうとすると、来ました。実はですね、これは体が透ける。はい。テレサがちょっと持っているということです。
もうこれレントゲン撮影みたいになるんですよ。あの目を合わせたら、こうやって目と目が合う状態になったら、レントゲン撮影的な感じで、ちょっと体の中身が見えてしまうので、ちょっと何持ってるかはわかります、こうやってすぐに。こう目を合わせたら何持ってるかわかるんで、この能力は結構、ちょっと使ったら便利かと思います。これは赤コインですね。OK です。なので、こう赤コインをまた8枚集めたら、なんとここにもスターが出るということになってるんで、お得なミッションです、これは。ただテレサをこうやってボコしていけば、勝手にスター手に入るんで、いいでしょう。なかなか、こうやってストレス発散もできるんで、日頃の恨みをお化けで晴らすという、OK ですね。完全にこれは、もう先祖の人たちに恨まれると思うんですけども、はい、呪われる覚悟でこれは倒していきましょう。で、最後はこちらですね。親子的な、なんか捕まりましたね、今。オッケーです、やりました。で、すぐさま避けましょう。ちょっと何気に見えましたね。これ、いや、木が邪魔すぎますけど、この木の、来ました。これに入るとですね、5ステージ目に行くことができるんですけども、せっかくスターが出たのに行っちゃったらお前アホかってなるんで、さっきこれを取り逃しましょう。OK です。さあやりました。思わぬところでスターを手に入れて、OK ですね。今回もなかなかバンバン取っていってるんで、次行きましょう。はい、来ました。続いてはこちら。こう埋まってるところ、これ実は、入ることができます。来ました。これ DS ならではのステージです。さて、ちょっとここにですね、あのダンプカーがいるんですけど、これちょっと避けていきましょう。OK です。ダンプカーでしたっけ？なんか僕最近車見てないんで、ちょっと車を忘れてしまったんですけど、これまたシルバースター集めるミッションです。なので早速、このシルバースターを取っていきましょう。はい、OK です。で、じゃあ、なんか来ましたけど、投げられましたね、これ完全に。まあ、いいでしょう。ちょっと、網の上で助かりました。ちょっと、OK、危ない、危ない。ちょっとなんか降ってきましたね。まあ、100メートル走、またちょっと仕掛けられてるんで、避けまして。これ、クリボー。あ、なんもないですね。これもまたシルバースター5つ集めていきます。こことかにもありるんで、OK です。こうやってですね、どん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 、まあ、またこれも下画面見たらどこにあるのかはわかります。で、またこれダンプカー避けていきまして、続いては多分この辺りなんですよね。この辺りに、これですね。この箱に、あれ？ないですか？僕ちょっと下画面縛りやってるんで、これですね。ちょっと待ってくださいね。完全にあいつ引き逃げしていきましたね、この。ちょっとこれは、警察に通報しないといけない感じですけど。さあ、やりました。で、続いては、ちょっとマリオのパラメーターが減ってってるんで、まず取っていきましょう。ちょっとこれゼロになったら、死んでしまうんで、はい。ちょっとウルトラマンのランプです、あれ。タイマー的な存在なんで。で、続いては、これ、壊しましょうか。ここには、なかったか。なかったですね。仕方がないです。もう下画面ちょっと見ます。はい、下画面縛りちょっと解禁ということで、これまず取っていきましょう。で、続いてはこの先にありますね。これです。ここに埋まってました。で、ボム兵がちょっと壊してくれて、コインが吹き出しましたけども、続いては右、こっちですね。はい、こっちに、ちょっと待ってくださいね。OK です。これ、あ、なんか、毒キノコが出てきましたね。あ、遺伝子組み換えキノコなんで、あれは避けていきます。で、これですね。OK です。やりました。さて、またガチャガチャにスターが出てきたので、あのスターも取っていきましょう。500円で一つのガチャガチャができるものなんで、あれは。はい、取っていきます。これ、こう、垂直上がりすれば、OK です。取れました。さて、これはお城の隠れスターっていうものにちょっと分類されます。はい。ちょっとこれに名前は付けられないんですよ。こんだけ大騒動が起こってたんですけど。で、テレサたち、もうなんとコイン奪われちゃったので、は
はい、普通の1コインのテレサになってしまいました。格下げですねこれは。まあいいでしょう。とりあえずお金がなくなってしまったテレサたちがうじゃうじゃいるんで、これでかいやつを倒しましょう。するとさっきも言った通り、はい、来ました。ワールド5です。テレサのホラーハウス、親方テレサを探せというものをやっていきます。これはですね、親方テレサ出す条件があります。はい、出す条件というのは実は最初からいません。本来ここに出てくるんですけど、このスペースに現在いません。なのでどうやって出すのかと言いますと、テレサをですねどん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 殺していけば OK です。はい、もう殺すってあんま言わない方がいいですけど、もう最初からこの方たちは死んでるんで大丈夫です。はい、お化けは死なないって言ってる割に死んでますね完全に。なんで消えたんでしょうって感じなんですけど、はい、これもこうやって踏んづけて倒していきましょう。はい、まだ死なないって言ってますけど死んでます。完全にどっから見ても死んでます。これはどこをどう見て死んでないのかという感じですけども、さてと、こうやってですねどん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 この屋敷中のテレサを、消滅していけば、親方テレサが出てきます。あ、ここはちょっと違いましたね。次はこれドアだらけですけども、あ、これルイージマンションなんですよ実は。ちょっと後の、よいしょ、これここにもいるのでこれも倒していきましょう。はい、来ました。で、ここ充血していない目玉親父がいるんで、ちょっとこれ充血前ですね。はい、ちょっと目薬さして綺麗になった目玉親父は構いません。僕は去っていきましょう。で、続いてこちらなんですけども、これ来ました。ちょっと椅子が、はい、回転して突っ込んでいくという日本芸能します。なのでこちらですね、この椅子も実は動くので当たったらダメージ受けます。なので気をつけましょう。はい、もう日本芸能なんで、これ当たらなかったらただの、ちょっと、おっと、どっから来ました今。本棚から来ましたね。ちょっと忘れてました完全に。で、なぜかテレサたちがいるので、これも倒していきましょう。あ、来ましたね。ぽよよーん。親方のお出ましだ。かっかっか。ということで、最後の2匹はですね、この壁から出てきました。はい、これ後ろ向いてたら壁から出てくるんですよ。なので、こうやって全部倒していきましょう。すると、来ました。はい。いないいないバーですね、これは完全に。ちょっと NHK 出た方がいいと思いますけども、もう完全にこれは、ワンワンと同レベルの、はい、戦いができそうですね。ちょっと、可愛さ的に。さて、これちょっとまたヒップドロップで、はい、これ3回やれば倒すことができます。実はマリ動かなくても、あ、ちょ、ボタン間違えました。動かなくても倒すことができます。さあ来ました。もうただ単にテレサだけがちょっと運動しただけで終わってしまったという感じですけど、はい、来ました。運動不足のテレサを運動させて終わりました。さあやりました。テレサのホラーハウスも無事にクリアしてやりました。というわけで、ちょっと今回は時間的にそろそろなんで、ここまでにしたいと思います。最後完全にテレサにドッジボールされましたね、最後。というわけで、ここまで見てくれてありがとうございました。もし面白いと思ったら、高評価もしくはチャンネル登録してってください。さよなら。